気象管理職は金色になる。連邦保安官は、アメリカ合衆国の法執行官。特別捜査官たる、保安官補とともに、司法省において、連邦保安官局を編成している。執行官とも訳される。本部は、バージニア州アーリントン郡、クリスタルシティに置かれている。2021年現在の局長は、連邦判事出身のドナルド・ワシントン。 イギリスによるアメリカ大陸の植民地化の過程で警察を含めて多くの制度がイギリス本国から持ち込まれておりその一つがマーシャルであったこれは基本的には定理であり令状の執行や囚人の護送を職務としていたアメリカ合衆国においては保安官やコンスタブルの制度とともに導入されており開拓地では 存落の実質的な治安維持責任者として機能したこともあった。連邦政府においては、連邦裁判所制度の整理を図った1789年の裁判所法において、この制度が導入された。1789年9月24日、初代大統領ワシントンは、93植民地の各地域に1人ずつ、計13人の連邦保安官を任命した。 彼らは管轄区域内で連邦裁判所が改定するときは定理として裁判の進行を司り、それ以外のときは政府からの命令の執行に当たっており、これらの職務のため必要なときは助手を任命することができた。また地域的騒乱状態の鎮圧も職務の一部と考えられており、古くは1791年のウィスキー税判断においても動員されている。 1870年に司法省が設立されると連邦地方検事などと同時に連邦保安官もその指揮監督下に入った。当時連邦政府の法執行機関はごく限られた特殊な領域を所掌するものに限られていたことから連邦レベルの一般警察業務は連邦保安官によって行われていた時期もあった。しかしまもなく、 これでは時代の要請に応じられなくなったことから、まず財務省のシークレットサービス捜査官を司法省に派遣して、捜査活動に当たるようになり、ついで1908年に捜査局が創設されて、一般警察業務はこちらが担当するようになった。また1969年には連邦保安官の組織化を図るため、連邦保安官局が設置された。令状を執行する。 連邦保安官と地元保安官の合同部隊航空機での囚人輸送承認を警護する保安官部隊連邦の司法制度の保護を基本として下記のような任務がある。連邦保安官は連邦裁判所判事などと同じく大統領が指名して上院が承認するパス官職であり任期は4年間である。米本土外を含めて94カ所の 連邦地方裁判所に1名ずつ配置されている。上級管理職たる連邦保安官の指揮下で活動する実動人員として保安官補が配置されている。こちらは通常の連邦公務員試験に合格した一般職の公務員であり、2016年現在で3752名が活動している。この他に刑務官及び令状執行権のない一般職員を 合わせて、連邦法案官局全体の職員数は、計5209名となる。連邦法案官局のスワット部隊として、特殊作戦軍が編成されている。これは凶悪犯に対する法執行や危険度の高い、警護任務などに対応する部隊であり、創設は1971年と、連邦政府の法執行機関のスワット部隊としては、最も古い部隊である。ソックの本部は、 ルイジアナ州アレクサンドリアに所在している。ソックには合計で100名弱の隊員がおり、その1割は女性である。当初は3個小隊編成であったが、1995年より4個隊に改編された。それぞれの小隊は12名編成の教習チームを基本単位としている。4個小隊のうち1個が常に即応体制に置かれており、 三週間ごとに即応正隊が交代していく体制をとっている。同じ司法省の警察機構である連邦捜査局の特殊部隊である人質救出チームとは異なり連邦法案官局即には先住人員はおらず年に2回の集合訓練と出動時以外は各地の保安官事務所などそれぞれの部署で日常を勤務に当たっている。出動命令が出た時には余裕があれば ルイジアナ州の本部に一度集合して旅行演習などを行うこともあるが場合によっては各地から現場にそれぞれ直行して現地集合という形になることもある。ありがとうございます。